場に行って牛のおさんを手伝うの。あとね、手伝いが終わったら町で買い物してきていいってお母さんがお小遣いをくれたの。何買おうかな。何か欲しいものある？買ってきてあげるから。いらねえ。 あるでしょ。だっていらねえって言ってんだろ。何その言い方。町に行ったことないから何か買ってきてあげようってそう思ったのに。うるさいな。町でもどこでも行ってくればいいだろ。なんで怒るの。怒ってねえよ。怒ってる。あの子が町に行くことが羨ましかったのね。だからってああいう態度は良くないわ。女の子は守ってあげなくちゃ。知ってる？人を羨んだりするとゴブリンになるのよ。ゴブリンに？そう。自分にないものを欲しがってばかりいると心も体も醜く歪んでいって強引に奪い取ろうとするようになる。だからね、後でちゃんとあの子に謝ろ。その夜、姉さんは牛乳と鶏肉を使って大好物のシチューを作ってくれた。美味しくて何度もおかわりしたはずなのに、あの時食べたシチューの味が思い出せない。